えーとこれからね、まあ、愛ちゃん、あのーはい、継続してこういうのをやっていこうと思うんで、よろしくお願いします。ああ、こちらこそよろしくお願いいたします。まあ、る程度、ちょっとあれですね、方向性は愛ちゃんに決めてもらった方いいかも分からなまあまあ、方向性はそうですね、まあ方向性は基本的にですね、まあ前もお話ししたと思うんですけど、まあ一番はまっちゃんがその大体、うん、ことというところが大前提あると思うんですよ。うん、例えば、そのまっちゃん自身がこう、いっぱいの人には聞いてもらえなくてないい。別に あの分かる人だけ聞いてほしいっていうのが一番大きなテーマじゃないですか。そう,そ,うそうですよ、ね、すねその中から、例えばよく言われるのはお金だったりとか、そのうん、お金のこと、釣りのことだったりとか、もちろん釣りが大好きな人もいますから、そこに得た人間観だったりとか、人生観だったりとかっていう部分と、まあ、あとは世の中との帰りですよね、帰りと、なんで今はこういう状態になっているかっていうのは、のテーマで話していければいいかなっていうふうには僕の中では思います。はい、OK です。 でね、何ていうのかな、うーんとね、単純に言うとね、100人おれば100人それぞれなんですよ、考え方も。当然、顔も見た目も容姿も違うしね、そうですね考え方も違いますし、はい何もかもが違うわけよ。1000人おれば1000人違うわけですよ。違いいますね、は1億人おれば1億人違うわけですね。はい でだからまあ YouTube、ね、今これやってる YouTube なんかもそうなんですけど、はい、1>, 1億人いれば、1億人がその番組として発信することも可能なんですよ。はいまあ、可能ですねそも,そも,もちろん、あの一人一人がもう発信することってもうできる時代なので、そういう時代になったってことと。うんで われわれも含めてですね、はい、ここ、やっぱりどうだろう、この特に30年か40年かな、あまりにも見にくいのが、はい、その要は、えー、なんていうの,その、100人いれば100通りを無視させられる生き方してきたわけですよ。うですよね当然、昭和の時代もね、その前の大正の時代もそういうところはあったんだけども、人生、はい、が特に見にくかったわけ、これ、あの感じてると思うよな。 縛りがどんどん増えてきたって感じなんですかそうよね。だから、うん、まあ、あの本当、ほんと昭和のね、まあ、あのご存知の方も多いと思うけども、要はい、バブルですわな。昭和の末期、昭和の終わりから平成の頭にかけて、大きなバブルが破裂したわけですよ。そう,そうですよね、うん。あそこで一気にやはり、なんていうのかな。はい 平成っていう言語に変わってね、はいまあ、これ平成30年ちょっと続いたわけですけど、はいはい、本当は平らな時代だったわけですよね。<laughs> 平らな本当ですよ、ねな これ、まあ面白いのが言語ですけどね、日本の言語、日本の言語の時って世界大きく動くんですよ。なるほど、なるほど。明治もそうですし、大正もそうですし。確かに、今は令和の時代ですけどね、どういうことが起こるかというと、戦争が一つで、あともそうあと天災事変、ね地震であったりとか。 天才地変ね、はいでまあ、こういうことが必ず日本の言語が変わったちょっと後に起こるわけよ。そこに金融のクラッシュも起こるわけですわ。はいはい、お金のねなるほど、うん。だから世の中が大きく動くのは言語が変わった後っていうのが毎回のことなんですね。うんで、まあ、話元に戻すと、まあ、平成の時代っていうのはまあ平らになるて、ね、<laughs> 本当にね、まったりだらだらみたい平凡みたいなんか,でも確かにまだらはギリギリ、うん なんだろう生まれた頃に終わったか終わんないかっていうぐらいの感覚なんですけど、うんあのー、やっぱりなん勝負を昭和の時代の人はかけてるよなっていうのはすごく思いますよねで。平成になるとあんまり勝負をしてないなって思うような気がします。すごく皆さん。落ち着いてるっていうんですかね。どっちかっていうと。うん、っていう感じはしますね。 そうだからね、結局まあ、あのー、日本の,、ねそのはい、バブルが、ね、崩壊した後でもで一気にガクってきたのもあったんでしょうけど、うん、そ,れそういうのも含めてね、やっぱりな,なかなかこう前に出にくいというか、冒険しにくいと、<laughs> そういう,そう,いう風に、ね、人々の、えー、気持ちがそうになっているのとはい、はいで、さらにね、やはり変ながんじがらめの法律をいっぱい作っていたわけですよ。<laughs> わわけのからん。はははいいい。まあこれが後からお話しするんですけどまあグローバル、グローバル、グローバルは経済っていうのかなグローバル経済。グローバル、グローバル。要は、グローバルに経済を何て言うかな、みんな触りのいい聞こえ方とすると、えワンワールドですよと。ワンワールド、なるほど。世界はこう自由な貿易をしていきましょう。自由な貿易、いいですね、すごくね。 まあこれ構造改革、はい、構造改革って言ってた連中ですけどね。でもまあ結局蓋を開けるとですね、はい、要はあなんていうの,そのお金の力要は富を使って他国の富を強奪するっていう形になってるわけよこれあ。なるほどね。強奪す要はそうだから一つの国の法律を、はい、要は外資が減ってきやすくするわけ、はい、これが構造改革ですよ。 ね、そうそう要は開けろとこじ開けてくるわけですよ、連中は。<laughs> こじそれはなんか嫌なんですね、こじ開けてくるっていうのもね。まあまあまあ。いいわけじゃないですよね。だってこじ開けるってことですよね,ね。イギリス、アメリカ、ヒットにね。うん、彼らやっぱりあの我々と違って考え方が海賊なんで、そもそもまあまあまあそうですね。確かに考え方がその対話というよりかはどっちかと攻めるという部分が多いでしょうね、自分たちね。 というよりもそもそもがんて言うんですかねだから要は食べ物がなくなったら次のとこへ取りに行くと例えば金銀財宝ですよねこれもなくなったら違うとこへ取りに行くと労働力はよその国へ行って植民地作って安い労働力でこき使って奴隷にして。 ね、たコーヒーであったりと、コーヒー豆もそうですし、はいすね、金鉱山もそうですけども、そうですね、任せて富を得ると、はいで。それが現代版の,、はい、その要は構造改革っていうのがこじ開けるってことなんですよ、はい、その国の法律を、ね、お前のところちょっとあのもうちょっと開放しなさいと、<laughs> これからグローバルだと。<laughs> 閉鎖している部分をもうちょっと開けて、ね、開放してやりなさいと言われる感じですね。なるほどねそれが株式ですよ 本当にね、100人おれば100人違いますし、1000人おればれみんな考え方が違うわけでね、なんで、そういう生き方にみんな変わっていくっていう時代になって,、はい、なってきたってことですよ。で、それをじゃあどういうふうに、えー、自分で人生切り開いていくかっていうのが、皆さんちょっと悩んでるというか、考えてるところというか、どうしようと思ってる人もいるのかなみたいな。まあ、あ<ー>ま本当そうですよね。やっぱりその通りだと思います <laughs> みんな悩んでて、なかなか前に進めない人を うん、自分の要はあう言えないことは多いですよね、やっぱりね。うん、突然そんなこと言われてもみたいな感じだと思うんですよね。うん、<laughs> でね、確かにまあ一つだけ言うとね、あのうん、ものすごく大きなチャンスなんですよ、これ今。は要は、うん、要は会社勤務してる人なんかがね、うん、会社勤務してる人なんか、なんだかなって思ってたような人たちが。うんうん 飛び降りる大チャンスなんですよ、まあまあ要はチャンスがいくらでもね、ある時代にはなりましたよね。要は、いろんな発信のものもできるし、いろんなツールもできてるし、うん、もうやれようといえばできちゃうじゃないですか、全部。で、まあ,あの、コロナから含めてね、日本ではロックダウンじゃなかったけども、はい、まあロックダウン含めて、はい、要は経済が止まったわけでしょ、一時期、ね。そういう止まりましたね。はい、で,で、まあ、今、クラッシュへ向かってるわけなんですけども。はいでまあ その何でいう強制的にね、はい、今までの乗っかってたレールの上から強制的に外れる <laughs> 時が持ってるわけですよ、今。そうですね、確かに。だからまあ、そこをどう前向きに楽しくやっていくかっていうようなヒントが何かあればっていうことで始めようかなっていう感じ、ね、ああ、もう素晴らしいと思います。で、あれですよね <laughs> うん、うん。で、そこでやっぱり、その一番そのこの前ちょっと。 あのシアリングしてたじゃないで、すか高校生とかとね、うんうん、でその時僕の中でテーマ考えていて、やっぱりこういうテーマがいいんじゃないかなと思って、ぜひやっぱりもう一度再定義したいのが、例えば今あの、まっちゃんの場合、僕、まっちゃんって呼ばせていただいてますけど、そのまっちゃんの経歴とかって大体聞いてたりはするんですけど、その経歴ってなかなか言わないじゃないですか。うんで言わないですよね。そのすすすごごごいいい実際はすごい 経歴持ってるし、実績も持ってるけど、それはなかなか思ってては言わないじゃないですか。でも、言わないのがいいっていうふうにおっしゃってる部分もあるじゃないですか、まっちゃん。で、そこら辺のっこと誰に言うのん <laughs> 誰に言うの <laughs> 今、誰に言うのいや、例えば、のビジネスとかをやってる人にもそうですけど、そういう自分の教員を売りたい人だったりとか、 やりたい人たちに自分は何々を売り上げましたとか何々の実績がありますよっていうのを公開しちゃう公開それでもあそれ相手がかっこ悪くないなんかああいうあるやつだな、ね、<laughs> 本,本なんか出版するときに何々何々何々何な何とか理事長なてやっててどうたらこうたらみたいなやつそうだう,う,う、みんなが要は経緯というか社会的地位というかあれも古いよな いやー、ね、その辺がね古いよなって言われると、まあ、古いなってでもそういうもんなんだなっていうふうに僕も定着しちゃってるからそこら辺がちょっとまっちゃんの話を聞いててあ,あ俺やっぱずれてんのかなじゃあだからそこを逆に一番重要なんですよう,ーんうんまあ確かに実績じゃないんですよ、うん、実績じゃないんですけど一般の人はみんな実績を見るじゃないですかあのね、うん、魚釣りあるでしょありますね あでね、えええー、おじいちゃんがね、はい、昔昔20年前に釣った大きな魚の自慢話をすることが結構あったりするわけあ,ありますね。まあまあ、昔の栄光とかはね。<laughs> あれって相当かっこ悪いよね。かっこ悪いですね。あと、例えば子供たちに、うんえー、昔の自慢話するお父ちゃんとかおるわけいます、ねはいはい、あれ相当かっこ悪くるんですかかっこ悪いですな。ああ <laughs> それと一緒じゃないですかでもまあでもそれと一緒なんですけどねなぜかみんなやってるじゃないですかビジネスやってる人たちって僕フェイスブック見てるとう<も>にこんな何百万売れましたとか何百万達成しましたって書かれててまあすげえなーとは思うんですけどやっぱり違和感はあるわけですよそこでいや逆にね、うん、経歴で飾ってるのって自信がないんじゃないの <laughs> なるほど自信かあまあ確かに 確かに名前だけで十分でしょ名前とその人の人間性ですよねやっぱり最終的な、うん、やっぱり人間力ですよね、うん、<laughs> また、ま、話がなんかややこしくなってきて <laughs> ややこしくなっけどさ <laughs>、うん、そうそうそうだからやっぱりそこの部分がね一番そのまっちゃんの考えっていうのはもうそこを 本当に取り払った方がいいよっていうのが言語ができればもっといいんだろうなってすごく思いますけどねやっぱりだからまあ経歴というか略歴ですかね例えば何か私は何者でございますっていうのをですね本の出版とか何かもう皆さん例えばですよ200人300人1000人の皆さんに何かをお話しするときにですよこの人は何者なのかっていうのが多少は必要でしょうから略歴という意味ではいいんでしょうけど経歴って っていう形になっちゃうと多分何て言うんですかね過去の形式的なもんでしょあれって例えば何々ですね成長をしてまして成任、ねえー、して次何々になりましてあとはどこどこ大学卒業とか何々の博士号なりましたそう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 ,そうな,のなのであれって形じゃないですか形ですね、うん、あくまで形式的なもんでなんですようんというよりは こういういななものの考え方してる人なんですでも途中で改心して心を改めてちょっとこんな風になってる私ですみたいなのがいいんじゃないかなみたいな <laughs> <laughs>。なぜかその何か人間的なエピソードですよねやっぱりね、うん。その方が現在進行形なんかなっていうような感じがしますね。えー うん、やっぱり一番はエピソードを語る、うん、その人の本質のその人がどういう人生を追ってきたっていうのが一番大事ってことですよね、人間って、ね。そうです。だから先ほども何遍も,これ何,今日も何回も話するけど、うん、本当に100人おれば100人それぞれなんで、うんうん、みんなの人生が違うわけですよ。だから誰の話も参考になると思うんですね。うん、確かに。私はね、そう思ってるんですよ。それだったらもう本当に、なんだろう、やっぱり。 みんなやるべきですよね、発信とかは、ね。だから、現役で何々博士ゴールとか、うん、何々専門家でとか、そういう人の話は間違ってませんから楽しいですかって言ったら、そうじゃないじゃないですか。な楽しくないですね。うん、だから、誰の話でも楽しいわけですよ、えー、結局は。結局は、やっぱり、なんだろう、興味があった人の話を聞くのが一番楽しいんですよね。そうだよな。えー、やっぱり、うん、YouTube もそうなんですけど、結局は、この人の。 人が好きだっていう感情のが出れば、動画を見ると面白いなと思うんだと思います、うん。まあ、あと波長とかね、そうですあとまあ,あの、一助になればみたいな <laughs>。今ちょっとこう、どうしようか考えてるけども、ちょ,こちょっとそこにあの明るい兆しというかね、そうだね自分の心が開けばっていうような形ではいいと思いますけどね。いいねそんなふうに思ってますけどねあやっぱり。やっぱりそうですよね。やっぱりそこが一番ベストですよね。 やっぱりそこがないとね、やっぱりなかなかどうしても人間同士仲良く、仲良くじゃないですけど、心を通わせることもできないですしね、やっぱりね。特にこれからの時代ですよ、うんで、これから新しい時代ってね、はい、特にもそういうもの全く関係なくなると思います。はい、あ本当ですか のそ何々銀行の、えー、支店長でございますとかですね、うんえー、何々商社の部長でございますとかですね、もうそういうね、もう過去のなんていうのかなあれ、うん、なんていうんですかね、もう古いね。うんうん うん、ああいうのはもうないよ、もうこれから。もうあの肩書きってはないってことだよ、ね。いや、部長さんだからえないんでしょうねとかね、支店、うん、長だからえないんでしょうねとかね。うん、まあまあ、それはそれなりの、そこでも役割しょってるだけの話であってね、あくまで。その人がじゃあ立派な人なんかって言ったら、そうじ、ん、ゃない。せたわけでしょ、昔から。そうですね。そうじゃないだろうとそうです、ね、思ってるけども、ね、いや、一応まあ、うんうん、偉いということにしときましょうか、ペコみたいな。うん、でもそういうのもなくなるから、ね、もうこれから。 確かにすごく感じるのは、やっぱりみんなその社長だからとか、どっかの偉い会長さんだからって、ビクビクすることはないと思うんですね、本当はね。なんか、結構ビクビクする方って多いじゃないですか、世の中って見てると。 やっぱりどうししても、ま、全く,全くしたことだから抹茶はそうなんですけど僕も,僕も逆に映像業界にいるのでやっぱりその相手が別に総理大臣だろうが人間として見て人間として撮,る撮影もするんですけど、うん、そうじゃない人りほとんど多いよなって思いますよね、うん、やっぱりそのすごいビッグスターだったりとかって勝手にみんな作っちゃうというのかな、まあ、もちろん、うん、ビッグスターなのは変わりないんですよ、やっぱりすごい人はすごいんでただ変わりはないんですけどやっぱりでも本人は人間じゃないですか。 なので人間としてちゃんと見ないといけないんだろうなってのはすごく思いますね、うん、人として。うん、まあもちろん、もちろんそこはそうなんですけど、うん、あのー、みんな生きてるだけですごいんですよ、そもそも。うんうん、みんなね、百円、ね、<laughs> とさっきから同じ話ばっかりしてますけど。うん <laughs> う 来てるだけでで十分偉いいんです100人人人人ればだから何もね何て言うんですか私はその有名になれないからはあとか、うん、お金儲けが下手だからはあとかっていうのもなくてうんそう全然違うねもっと本当の何て言うんですかね生き方っていうのかなその人の考え方とか生き方、はい、みたいなものが素晴らしかった自分が良ければそれはいいわけですからねはたがどう,どう思うか何でしようか結局は。 そうでしょうそうそですね。その考えに逆に立ったのって何があるんですかマッチのそのそのでそそ考えの昔からそういう考えでもなかったってことでこれあ昔からですか,昔からあらー、あら、昔から。<laughs> 比較的ね、うん、だから相対比較はしないんですよ。他人とですかそうなんですよ。うん だからさっき言ってたようなその芸能人がどうとかですね、総理大臣がどうとか、あで銀行の支店長さんがどうとか、これね多分これもおそらく相対比較してると思うんですよ。あの気づいてないうちにね皆さんに。多分ね、自分と比べてどうなのかとか、そこへ多分行っちゃってるわけですよ。行ってますね。無意識に無意識にそうですね。これはこれなんなんだよ。 <laughs> なんでなんですかね、だから、でも結局、まあ、まっちゃんもそうですし、僕もそうでしょうけど、あの一つ共通点がいるのが、普通の人とは違っった感性をか持ってるんですよでそれが普通なんですよ、僕らにとってはもう、当たり前の領域なんですけど、でも、一般の,その一つの、なんだろうグループ、グループというか、価値観から言うと、ちょっと出てるって言われちゃうところもあったり。 もうするとは思っていてじゃあ、なんでまっちゃんとかはそういう考えに至ったのかなって、前からの環境なのか、それとも、もうそもそもなん持ってる単純に素質なのか、どっちなのかなっていうのは、あるんですよねうん、多分ねうん、うん、ちょっとこれ、非常に難しいんですけど、うん、うーんとね、多分こういうのって、うん、根拠のない自信。 なるほどね根拠のない自信何の根拠もないんですけど変に自信持ってるっていうのがあるんですねでこれ何が自信持ってるのかって言ったら自分の考え方に自信持ってるまあでも周りから見れば身勝手なやつってことになるんですよねまあ確かにそうですね確かにおっしゃるとおりだと思いますでいうことはどういうことになるかというと自信がないですよっていう ことも考えたこともないみたいな。あ<ー>だから、あ世の中でよく言う自信があります、自信がないですみたいな話ってあるじゃないですか。あ,りますね、あれすらも考えたことないということは。確かに何か自分は自信がないのにもな,ないような感覚があるのにもかか他人からは自信があるよねって言われるっていう感じですよ、僕の場合は。 だからね、ものすごく単純に言いますよ。はい、すごく自信がある人って、それすら考えたことない人だと思うんですよ。まあ,まあ確かに、それが当たり前な状態ですからね。もうそういう概念がないってことなんですようんそうそう概念ないそうですね。ああ、なるほどね。はいはい、はいうんうんと。と思うのよ。うん。うん、自分で頑張るそんなこと考えたこともないよな,いなでも。でも、それを達成できちゃいますもんね、まっちゃんの場合もね。でね、その一個手前にじゃあ何があるのか 今今日,今日ぶっつけ本番の話なんで考えの大変なんですけど、今考えたらね出てきたのは、うんうん、もうどうにでもなるわけでしか思ってないですよ、いつも。<laughs> ああ、確かに、あのー、最悪0円になってもなんとかなるでしょうって。0円どころか命なくなってもなんとも思わんみたいな。ああ、まっちゃんはその領域行ってましたね、確かに。 そこまでいくともう別にみたいな。確かにもう、そうだそうだねあの。この番組とかを見る人にとっては、まっちゃんの経歴とかわかんないから、そんな話どっかにしてるとは思うんですけど、あんまりトピックされてないんですけど、まっ、うん、ちゃん何度も死にかけてますもんね。数知れずですね <laughs> あやっぱり一回死にかけてるってか、死んだことの経験をした人っていうのは変わるってことですよね。やっぱり。うん。そういうわけでもないの。 死に方、死にかけ方によると思います。あ、なるほど。うん、だから。えー、っと、例えばよ。はい。その辺歩いてて、上からなんか、あの鉄の棒を振ってきて、頭に当たって死ぬとか。はいはい。はいはいはい、ええー、歩いてて、いきなり車にひかれて死ぬとか。はいはいはい。ああいうのってね。い,い、死に、し、死んでない、死にかけ方ね。うん。 あれ多分いい死にかけ方じゃないと思うんですよ。うん、悪い死にかけ方、ね、ただ、ただ不幸、ただただ不幸だったただ、ただただ運が悪かったっていうやつなんですよね。はい、じゃあ、逆にその、なんていうんですかね、どういう死にかけ方っていうか、もう一つ踏み込むと私死んでないですけど、死に方ですよね。と、はい、思うのはね、やっぱ好きなことやってる時に死んでいくっていう感じですよ。<laughs> 本能ですからね、確かに。 うん。で、例えば、バイクの、今最近ね、モーター、モーターバイクのレースで入りませんけど、鈴木さんが昔は、ダンスとかすごく入っててね、我々がね、若い時は。あのあと F1 マシあ車の車はそうでもないですけど、バイクのレースね。ははいいあれでね、クラッシュして死んでるいく人ってほぼほぼやと思んですよ。はいはいはい。うん。おそらくね。で、 俺の場合は釣りで死にかけたわけよ。船沈没したとかね。えー、ミンダラモでゲリラに襲われたとかね。<laughs> ねナパーもたン撃,、はい、撃たれたとかね。ホールドアップはアフリカ行ってもパパニオギ行っても数知れずとか。<laughs> <laughs> いやわけよ。で、はいはい、これは、まあ、ある意味、運が悪いっちゃ運が悪いんだけど、好きなことをしに行ってるわけですよ、そこは、ね。好きなことはしに行ってますね。はいうん、なので、 不思議なのがね、沈没船が沈没して死にかけ、完全に死にかけたんです。これ本当にね。で、やっぱ出てくるのがね、私、島根県沖の島、島根県のね、沖の島っていうところ、金太郎おじいちゃんっていうのはおじいちゃんこのおじいちゃんにね、2歳とか3歳ぐらいの時にね、手引っ張られてね、竹竿を持って釣り行ったね、絵が頭いっつも蘇ってくるね。なるほど、なるほど、いつもね。暑い日にね。 おじいちゃんに手引っ張られてね、魚釣り行ってる絵が必ず出てくる。はいはい。たまに寝てると、夢でも出てくるけどね。はい。で、あの、バイクで転んで引かれかけた時もあったんですよ。え、そんなにあったよ。これは日本でかバイクで、バイクでね、海の清掃者に引かれて死にかけた時あったけど、この時はこういうのが出てこない。あの不幸中の幸いだから。なんか、あの、好きな死にかけ方じゃないか。ああ、そっか。 そっかそっか。あなるほどね。やっぱり死にかけ方の種類にもよるんですね。<laughs> 結論から言うと、やっぱり好きなことをして死んでいくっていう。はいはい、はい、やっぱり好きなことで死んでいった方がいいってことで、やっぱ好きなことをやろうってことですよね,要はね。命かけれることってあるやん、やっぱり。ある意味、遊びでも。遊びでもそうですね。どうしてもこれはだけはちょっと命かけても必死にやりますよってことは、みんなありますよね。うん、<laughs> そうよな。うん。 だから、死にかけるっていうことは結局、そういうところへ行ってるわけですから、突っ込んで自ら。だからす、ねえ。ことん好きなことやって死ねよって話なんですよね。要はね。やるんだらねん好きなことはどうやって見つけたらいいんですかって、これ百100人いれば100人みんなあると思うんですよ、いろいろ。んどんな人でも。多分、好きなことを多分みんな、なんだろう、口にできる人とできない人がいるのかなと思いますよね。<ー>要は、自分の中ではありますよ。 要は好きなことっていうのは自分の根っこの心の中にはあるんでしょうけどそれを表に出してない人と表に出してる人はいるとは思います要は両方いると思います僕とかも表には出すタイプですけど出せないタイプの人も多いのでそういう時は隠してそれからある意味趣味とかそのなんだろうえ自分の,その休みの時を使った趣味でやるとかそういうのになるんじゃないですか本当はそれを表でやらない一緒に要は何だろう毎日のやりながら同時選考で やればいうんでまあこれから新しい時代始まるんだけどもうん、うん、過去の時代はねやっぱりね、はい、あの本当仕事は仕事はい、はい、趣味は趣味、うん、っていうふうな時代やったわけ、うん、今までは、うん、もうこれから違うよっていうかもうスタートしてると思うあ,あもう違うと思いますね趣味っていう概念自体もなくなると思ってるんで僕は 仕事が一緒になっていくのかなって僕は思う。なるんですよ。だから外見がなくなるんですよ。うん、で、もう一個踏み込むと、うん、仕事は遊んでる感じっていうふうになっていくと思いますよ。ああ、はい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 、遊びとし。し今もうなってるでしょ。そういう風に現実。なってますね。うん。だから。 例えば同じことをしてても、私なんかクリニック今日ここお経営してるけど、はい、同じことをしてても、仕事と思ってやってる人と遊,ぶ、うん、遊びと思ってやってる人とは全然違うわけですよそうですね。そ,<の>そもそも違いますね。感覚も違いますこうるわけじゃない。そうそう,そう考え思考え。思考が、例えば遊ぶってどういうことかっていうと、例えばここだったら、うん お客さんにどれだけ喜んでもらえるかっていうところの視点が仕事の視点になっちゃうと狭まるけど、うん、遊びで入っちゃうと広がってくるわけですよ。うん、これもあり、あれもあり、こんなこともできる、うん、こんなこともできるってなるから肩破りっぽくなるんですよ。はい,はい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 。だから柔らかくなるんですよ。確かに確かに。かでそこをちょっとこう分かりやすく言うと。 趣味を仕事にしましょうとかそんなねそんな変な話じゃなしにまず好きなことってみんなあると思うんでうんでそれをちょっとしっかり本当なんていうかな、うんえー、好きなことをちょっと極めるぐらいの感じぐらいまでいった方が面白いかなと思うんです、ね、んまあまずはいやあた好きなことが分かんないとは確実にいるので,では好きなものを要はもう一回再定義させるところから始めないといけないんですけどね でそこでから好きなものをやらないといけないのかなと、個人的には思いますけど。で、まあ、あと継続だわな、好き<ー>なもの。継続していって、できて、できて、クオリティが上がってくると余計楽しくなってくるじゃないですか。楽しい,いですね、確かにね、うんで。それを今度は世の中の人に役に立つような形に持っていったら、それが商売っていくい。そう,そ,れそうですね、そうですね。それが商売ですね。いいですね。だからそういう方向やと思うよ、もうこれから。 だから当然そうなってくると、もう、大企業とか、いいっぱい人がおるような会社って難しいですよ。ううようし何してるか分からんような人がいっぱいおるわけですからそうですね、に中に入って、寝てる人だっていますからね。そう,うそういうことす。そうすると、社員としては、ね、社長としてはたまったもんじゃないですよね。お前ら働けだから、っとね本当、何かな、うん、例えば10人ね、会社の中で10人おれば、はい、10人が、その、 ある意味一定の方向性っていうのはやっぱ示さなあかんけど、うん、方向性さえ決まればねあとはもうちが違うことをしてるという形でいいと思うんですよね。うんうん うんあのー、ちなみに話し続いちゃうかもしれないんですけど、よくあるその会社ってそうですし、その組織、まあ、社会人グループもそうだと思います、いろんなところにもあると思うんですけど、ルールっていうのはあるじゃないですか、そのいろんなところにも必ず、うん、まあ最低限のルールとか、もちろん厳しいルールっていうのもあると思うんですけど、そのルールのものっていうのは、まっちゃんとしてどう見ますな,ないない,方がいいがですかルールって、社会のルール、会社のルール、どのルール会社えっ、ー、とです、ねまあ。 うんそうだなそれによって答え変わりますか、逆にんじゃあもう社会というか国とか、うん、そういうところまでちょっとこう抽象的になると分かりにくくなると思うんで、うん、学校とか会社っていうぐらいの単位でいくと分かりやすくなってくると思うんですよね。はい、まあ行政も多少あるかも分からないですね、地方行政。うん、まあそうなってくると国になってくるんですけどあのー、例えばね、はい、ルールっていうのは、うん、うわ僕ね 限りなくなくなてて日本の場合はいいと思ってるのなるほどね,ね。見てるとね、やっぱ足を引っ張ってる場合、部分が大きいと思う、日本の場合。ルールが、ルールが。要は、あの、ルールとか法律ってね、まあ、法律とはちょっと違うとしても、そもそもああいうのってね、それこそさっき言ったようにアメリカとかイギリスとかね、要は欧州,の欧州の人とか、欧米ですよ、アングロサクソンとかユダヤとかね。要は 欧米の人たち、まあ中国人もそうですよ。はいはい、中国の人も含めてねあれがないと、ルールと法律がないとくちゃくちゃになるぞんですよ。好き勝手、好き放題して、強奪はするわ、ね、強姦はするわ、決められた時間まで仕事はせんわみたいな。基本なんですよはい、はいで。日本の場合はね、そんなことなくてもね。はい あのなんていうかな、民度が高いっていうのか、なんていうのかな、なんていうんですか、ね、そんなむちゃくちゃなことにならないんですよ、そもそも。確かにその、かまあ、ちょっと、あのー、過,剰な過剰すぎることはしないですね、みんなね。一線,はうん、一線は越えないように、ちゃんと止まってますね、まあ。その中でも、まあ、場の中でもちょっと異質に棘がある人いますけど、でも、確かに、その、 あまりにも異常事態だっていうることにはならないと思う。うん最低限だ。だから、まあ、まあまずそこが根本的な部分としてね。で、まあ、これからの話ですよ。うん、で、まあ、どっちにしら大きな会社とか大きな組織なんかは、もう非常にやりにくいし、難しくなると思います。いきなり変えると大変ですしね。もうそうなりますからね、必ず。っていうことは、ルール。 一定のルールの前にね、一番大事なものは一定の方向性ですよ。ああ、方向性ね。なねまずね。だから、その、んていうんですかその、会社のなんていうかな、私たちはこうあるべきですみたいなことやってるわけでしょ。う今までも、こうあるべきですと,とで社会貢献しますとか,だか。あるんじゃなくて、やっぱ方向性ですよ。方向性ね。ね目の前、5年でいいと思います。向こう5年ずつくらい区切っていってね。5年,5年ずつくらい区切って、ここへ行くんですと。 それはこういうふうに商売してお金儲けしますというんじゃなくて、こういうふうな、えー、なんていうのかな、お客さんなんか、社会とこういう関わり合いを作っていきますみたいな。 うん、そういう方向ですよやっぱり、まあ、方向性めっちゃ大事ですね、そういうとね、やっぱりね。いや、それないと、だって、ね、うまくいかないですよ。いや、ルールというよりかは、方向性を定めてな、私はどういう方向に行くんだっていうのを明確化させることが大事ですね。うん、ねで、それじゃないとルール決めたって、はい、ちゃう方向性っていうのが、例えば、まっちゃんがいろん,んなところで見るところの方向性っていうのは、なんだろうな、具体的にどういう方向性の定義をすればいいものなの これはね、売る商品であったりとか、売るサービスであったりとかによって全然変わると思う。あと、マーケットが変わるか。どういう人たちにそれを販売していくか、ある日本の中で売るのか、若い人に売るのか、お年寄りに売るのか、世界に売るのか、これによって全く変わると思いますよ。全然違うと思います。相手のターゲットによって変わってくると思要は、ターゲットっていうのがおかしいか。 あのね、うん、これそれもおかしいんですよね。昔。うん、昔はそんなことやってたんですよ。ある程度ターゲット、年齢。うん、<laughs> この層を、ね。そうそうそう、要は、セグメント取ってね。そうそうそう。お金持ちのばっかり行きましょう。だから富裕層だった富裕層がついターゲットと絞って。みたいなね。あれね、す、バカっぽい話なんですよ。そうなんですか。一理はあるんですよ。ただね。はい あれって初めからお前と売る方が偉そうに決めるなっていう話い。ああ、そっか、相手に選ばせと思う <laughs> 確かに。もうごもっともで、これ、名言ですね、確かに。<laughs> で、もっとこれの、これの本当の核心の話を言うとね、例えば10人の組織あったりしますよね、10人の会社ね。で、そこにいる、これ、社長がこっち、ある程度の方向性を示すんですよ。見てるんですよ。ギャーギャー、ギャーギャー言わないで、ロシアのプーチンみたいにこう冷静に見てるわけですね。<laughs> 見てるだけね。はいはい、で、間違ったらこっちかじると。はいはい、バイデンみたいにわわわわ騒がわわわ見てるだけで、<laughs> それをね、見ながら、こう、その会社の中のス,ス,ス,スタッフがこう動いていくでしょ。はいはい。経済活動していくでしょ。はいはい、そうすると やっぱりね、その人たちに寄ってくるお客さんっていうのがやっぱあるんですよ、色がああ、いますね、色あれば、それは確かに興味を示すお客さんの色っていうのはね。でね、これ5年、6年、はい、ほんとね、5年、6年続けてくると、まだ 2, 2>、はい、3年ではわからんわけ、商売やなる,ほどなるほど、なるほど。6年、7、8年続けてくるとね、はい、お客さんもそういう人たちばっかり固まってくるんですよ。ああ、それが初めてね、要はで、ね。でね、これはあくまで、じゃあそういう、まあ、そう、狙おうじゃなしに、はいはい、その、 そこの色ですよ、組織の。そうですね。その組織の色がそういう人たちを呼び込んでるっていうだけの話です。はい,はい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 。だからこれ全然、何て言うかな、意識して何かやってるっていう話じゃないってことです。あ、そしたらその色を使って、それをね、その、さらに拡大させちゃった方が早いですもんね、結局。そういう意識でやってる。だからさっき言ったように、こういう人たちをターゲットにしましょうとかって、そういうやり方って、うん。 間違ってるんですよ。偉そうすぎるんですよ。お前は何言ってんだと。お前は何者だったのだからそこにいる人たちの人格とか、うん、そこにいる人たちの雰囲気とか、そこにいる人たちの、なんていうか。そういう目に見えないような、ありもありますね,ありますね、まあ。目に見えない非言語のところって実はめっちゃ大事じゃないですか、やっぱり。だから、うん、そ,そういう目に見えないものが、 もう何かをこう引力のように引っ張っていって、そういう人たちばっかりが集まってい当に、うん、だから、えー、そこを経営とかね、自分で商売これからしようって言うとは、そこはみ、カジるだけど、なんていうのかな。えー、ある程度のイメージはつけて動いていくんだ,作っていくんだけども、ちょっと間違えて、こっち右って左行ったぐらいで、いきなりね、戻そうとかするんじゃなしに、ちょっと様子見ながらね。えー 出来上がるとこまで頂上までたどり着くのにはやっぱり右ったり左ったりこうあっちったり、まま、バックしたりする、あのー、たみんな絆も早いしね切り札は切り諦めが早いのかうん、うん、やっぱりいろんな人を見てると思うのはやっぱり諦めが早いなって思う人は多いかなと思って諦めが早いということはどういうこと諦めが早いっていうのはもうんだろう,、うん、うん見切りをつけるのが早い それは目的がお金儲けじゃなかったでしょはい。たぶん、そうだと思う。それは難しいよ。うん、<laughs> 切るって。難しい。難しいです。僕が次の会社の時もそうだもん。はい、ああ、難しい、ね。ら、お金が頭に来たら、もうこれから何も成功せんよ。切るきって。うん<ー>。長続きしないよ。で、あったとしても苦痛よ。<ー>うん。うん。 お金はいるよ。それは何かしていくのにはいるよ。資金もいるし。だけど、それがたまに一番上に来ると続かうわ、やっぱ、うん、一番上に来るっていうのはごめんなさい。うん、何度も聞いてるかもしれないですけど、うん、今の話だと一番上がお金じゃないっていうんだったら、一番上は何になるんですかこれをやっっててて生きていきたいっていいたう どうやってて生きていけるかあいこれを仕事にして僕は生きていきたいっていうのは前提だから。ああ、確かに。そしたら何があってもいいですからね。どうでもいいわけですよ、あとは。確かに分かります。それはすぐ腑に落ちるわ。うん、これがないとやらさらばきついよ。確かに僕はもう何があってもこれをやっていくんだ、続けるんだって決意があれば、正直何があったっていやできますからね。い<や><っ>決意もいらないんですよ、好きだからみたいな。 <laughs> あけだ結局好きなことを楽しくやれというだけの話 <laughs> そうすると結構なんていうのかな真はたから見ると面白い人になるんじゃう変わった人やなこの人みたいな。いや変わってますな変わってますなでも原理原則ですよだ結局のところそれがみんなできなくて悩んでるんですよ、うん、で問題なのは僕がすごくと思うのは、うん、そうできないからこそそれでお金を通して学ぼうというともちょっと違うんだろうなって思うんですけどどう思います だから、なんか,なんか、ま、もう一個同じ話な,いじゃないんですけど、まずお金が前に来たり、うん、変なこう幻想っていう、いわゆる成功とか、うんうん、それが前に来てると思うんですよ。成功の反対失敗なんで、はいはい、ここが頭にあると思うんですよ。はいはい、別に好きなことを楽しく前に行っちゃって、成功も失敗もないんですよ。もうやってることだけで成功ないから。<laughs> 確かに。確かにね。 うん、もうそのやってることだけで私成功してます確かにやってることだけでもすごく自分にとっては嬉しいですもんね。うん、<laughs> 難しいね。<う>面白いですね。だからみんな不安だからって言ってよく、<う>よくいろんな人のね、話を交流会に出ると聞くんですけど、うん、例えばその、うん、日々不安ですと、不満だから、何かの不満を解決したいために、お金を払ってセミナーに参加して、 それで自己契約を受けて、不満を解消できてねえけど、言われた通りに動かしてみてっていう人が非常に多いので、な、うんで違うんだろうな、それもなと思って。思うんですよね。まあ、それで成功してる人はいますけどね、いるんですけど、なんか違うなっていうのは思いばあるんですね。うん。うん。 だからまあまあまあ何にしてもまあそのちょっと今のはよくわかる今の話はちょっとよくわかんないですよセミナーとかなんかその人の話やっとか、はい、本読むのもしいやと思うんですけどうん、うん、それをこう自分聞いたり読んだり、うん、頭の中に入れてるだけじゃ何の意味もないからやめといた方がいえんじゃあそれやらないやらない代わりにじゃあ入れるんだったら行動しないと。ね あやっぱりそうだね。あそうだねう読む。聞く。その後行動しないと。やっぱり行動できてない人が多いんですね。いやー、何の意味もない。それでやらん方がいいですよ。そもそも行動できないから前に進まないんですよね。余計にいっぱい入れすぎて混乱してるだけですよ。無駄だから本棚整理できてない状態みたいな。うん ぐちゃぐちゃになってる状態ですよ。うん、終わって、終わってないのに、解決してないのに、次のを入れてる状態ですから。結局やっぱり行動して前に進んでないから、ダメだから、そのまずず、ま、行動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 する、ね、そう、でね、はい、前に進んでる人、じゃあね、いろんな人、これ見てる人ね、一回ね、うん、見てみたらどういう感じあのね、前に行動してすこ、ひたすら行動で進んでいく人って、はっきり言いますけど、セミナーなんかいかんよ。わかる。かも。言い方悪いけど、本もあんまり読まんよ。確かに。 時間無駄やから単純な話単純にそんなことやってる時間がもったいないんですよ。だったらやっぱり忙しいんですよ行動していく人ってね。うんうん、あのものすごく失礼な言い方すると何かを知識を入れて考えてる人って暇な人なんですよ僕からすると。で考える暇だったら動くないと。 形にならないんですよ。動きながら改善していくってことですよね。もちろんですよ。そういうことですよね。だから、実際、自分、人の実際の話聞いたところでどうにもなるので。それはその人の成功体験であって、自分の成功体験じゃないですよね。そうですよ。いろんな道があるわけですから、付き合ったところも全然違うから、確かにね。全然違いますね。気づく感性も違うわけ。違いま違う。うん、わかります、分かります。だから、まずは動けと。 動くことって大事き、ねねね、にね、じゃあ、き今日のこの愛ちゃんとやるね、今日もこれ初めてやるでかな。これ一つ取って、こんな簡単なことでもそうない、これお金儲けじゃないしね、うん、やっぱりなんか批判浴びるとか、恥ずかしいとか、いや、私にはそこまでの何々がありませんとか、あるじゃないですか。ありますね、そこは多分みんな足引っ張ってると思うんですよ。違います そうですあの結局、プライドがあるとか、こういうのを出したことによって、相手からの見られ方とかっていうのは気になる方は多いですね。そうでしょだから言葉を選んじゃうんですよ。いや、私はまる会社の丸○社長だから、これを言うと、他人のこと、は他人の目があるからって言って、要は気にしちゃうじゃないんですよ、<laughs> うん、本当は。うん、その人の魅力が良ければ、その人にエネルギーが得ればいいのにもかかわらず、それをやらないとか多すぎるそうでしょ、ええ だからまあそういうところがね、はい、お気にもう、そう、どうでもいい話なんで、そんなこと。<laughs> そ,うそうそう、本当はどうでもいい話なんですけど、それを気にしてくる経営者のも多いし、あのー、周りを気にする方も多いし、まあ、うん、限度はありますけどね、確かに。あのー、うん、ほら、言っちゃいけない領域ってやっぱりあるじゃないですか、うん、何でもかんでも。それはあるとは思うんですけど、うん。うん。 まあでもそれでももうちょっとギアをなんだろうな、回した方がいいんだろうなってのは思いますよね。そうね、ギア回すというより、ギアが噛み合ってない状態で、ま、<laughs> 回ってないみたいな。はいはい,はいはいはい。外れてますからみたいな。頑張って回ってんだけど、そこにちゃんと油も乗ってねえだろうみたいな。メンテナンスしてねえだろうってう状態の人多いですよ,よっ、ね。<laughs> ギアセカンド、サード、ースじゃなくて、外れてますからみたいな <laughs>、まあ。いわゆる心のメンテナンスもできてないと多いですからね、今ね。 まあまあ,あ,んとあの、やっぱりね、うん、行動しないと。大きくね、行動じゃなくてもいいんで、何かそのやっぱ動かないとうんで。今頃、今の時代ってこんだけ通信発達してるからね、うん、やろうと思えばいくらでもできるわけですよ。うん、やっぱり行動しないとな。そうですね、もうそれしかないよ。それしかないよと思いますよ。まずやってみると思いますもん、僕も。うんだから もう,それもうねえだからまあなんていう逆を言うと楽しくて好きなことやからいくらでも行動したいしうんえ寝る間も惜しんでやるんですねやっぱり、ね、やりますね分かるわそれはうんだからまたさらに良くなっていくといやそれってでも話また違いますけど恋愛も似てますよねうん恋愛も相手のことが好きになったらなんだろう ずっとその人のこと考えてる人いるじゃないですか、やっぱり。それと同じだなと思ってて、やっぱり相手が好きっていう感情があるからだって、常に仕事中でも相手のことを思ってニヤニヤしちゃうとかっていうのも、いあるんじゃないかなと思いますけどいや、だいぶ違うと思う。違うか、違うか。それは違うか。それは違うか。ねえまあ まあそんな感じで、まあ、これから、愛子ちゃんの方で、はいえー、どれぐらいのペースになるのかわからんけど、1週間に1回ぐらい、はこんな感じでやっていったらで、ねで、ある程度、曜日とかね。うねうん、曜日も決めて、確定して、それである程度、その時のテーマもやって、まあ、現状のまっちゃんが思ってるようなことだったりとか、思考だったりとか、今、もやもやもやっていうのを言ってもらえれば、僕の方もそれが自分の中で吸収しながら、噛み砕いて、要は、ピンポンみたいな感じで返せるので。 だから、これからね、やっぱり、やっぱり、ずっとこれを新しい時代に伝えていかないといけないなと思うのは、やっぱり、怖くないですよと、何も怖いもんなんてないですよと、ガンガン動いていきましょうと、行動していきましょうと。自分で自分なしで自分の人生作っていきましょうとことだけですよ、軸は。ね。やっぱりできてないっていう人が、やっぱりそういうお悩みってあると思うんでね。ありますね。だから、逆にそういう。 質問というか、っていうのも欲しいですけどね、本当はね。<laughs> うん、ースでも、世の中にはいろんなことをいろんな角度で言う人もいますしね、それはいろんなことを参考にしながら、うん、いろんなものを見て、自分にちょっとここは合うなとかね、うん、あ、これだとたらに落ちるなとかっていうのもあった。ちょっと一条になればいいかわからな、ねい,はい。そうですね、それの道しるべだったりとか、そのきっかけでこの動画を見たおかげで、うんね、行動できました、うん、ってい一人で増えればいいかなと思っているのでね。うん だからまあ、今日はもうこれぐらい、まだまとやる今日は。いや、もうこれぐらいにしましょう。1週間に1回やらないと整理がつかなくなっちゃうし、あれだから。でまあ、あの、これね、本当にね、あの、うん。えっとね、これね、新しい時代ですけど、本当ね、強制的に、 リセットされますから何がリセットされるのっていうのはさっき言ったような大きな組織とか会社の中の,その大きな人間大きな輪の中の人間関係ね歯、うん、車の人間関係とかとりあえず体裁だけで付き合ってるその仕事の付き合いとか、うん、こういうもの全てリセットされますから、うん、お金のつながりっていうのが弱くなってくるんでね。 うん、なおさらまあ本当こ個々個,個といいますかね個人といいますか、うん、その人の持っている輝きっていうんかな、うん、その人があのどうやって本当に世の中のために役立っていくとか世の中を照らすって感じですよ。ねえそうですね照らす、ね。ことをやっていくかっていうのは非常に重要になる時代になるんで、はいうん、だからもうここは本当ね今までのもの全部捨てないと。 今までの,なんていうのかな学校で習ってきたもんとか、で学校の色を教えられた変な,変な常識みたいなとか、社会の常識とか、これ全部一回捨てて白紙にしてやり直せる機会ですよ。うん、だから赤子になれるっていう感じですよ、一回。きれいにデセットしてね。<laughs> ねううねで、次行って本当、うん、そういう時代ですから。ね負けちゃいますよねそしたらどん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 置いてけされちゃいますよね。置いてけぼりというか。<laughs> 置いてけぼりっていうのはまた、言い方がね、その何も経済的な関係とかになってくるんで、そうじゃなくて、うん、生きづらくなるよ、やっぱり次。うん今のままでいると。確かに、うん。生きづらい感じになっていくと。価値が変わりますから、価値観がそれだけ。はい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 。もう、もう、だって価値観変わり始めてるすもんね、みんなね。うん、またさらに変わりますよ。また変わる。おぉ。うん だから、こういうところのおう家に住んで、こういう車になって、こういう生活を送って、こういう、ねおえー、なんちゅうかな、こういう老後生活みたいなもんもなくなりますから、<あ> <laughs> <laughs> みんなそれぞれ違うっていう世界です <laughs> いいですね、それはね、本当に。だからね、もう今日最後になりますがさっき言ったようにね、うん、人と相対比較しないっということですよ。うん人と 世の中との比較もしないと。うん、自分は自分だと。そ<分>ういうことです。じゃあもう今日は自分が自分と,いことそ。そう。で、それを自分がしっかり考えて、確立して、仕事をし、世の中のために仕事をして、何かを発信していけば、1>, はい、1人でも2人でもそういう人集まってくるんで、似たような人、まあ。似たような人が集まってくれば、それが10人、20人、どんどん増えてきます、ね、<laughs> そうそう。<laughs> それがそういう仕組みですよね。<う>まずは自分自身の大事に、自分自身を大事にして、自分自身のことをちゃんとやれって 嫌な人とね、うん、毎日仕事するより似た自分の。いや似たようなね、した <laughs> 方が楽ですよ、<laughs> そりゃ。そりゃ楽ですよ、<laughs> うまく一致してさせ上がりますよ。ほんま、そうでしょ。うん、そういうことなんですよ、言ってるのは。うん、だから、それが、自分が、誰、そういうコミュニティとか組織に入っていくのか、うん、ね、もしくは自分でも作っちゃうのか。 マッチゃんは自分で作るタイプですね。す <laughs> 俺はもう人と入っていくの大嫌いだな。いやいや、自分、自分のところを作って、どんどんコミュニティ作って,くってくるんで、一 <laughs> 人でもいいから。いいから、えっと、自分の前に入れて、自分の価値観で止めるってことです。ね <laughs> そう。でも横、横、うん、横で手が組み合いますよ。横で手を取り合って、うん、お互いのこのなんていうから、あ、それもいいですね。これもいいですね、うん、っことっ、うん、どん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 、行一回、まあ、ういうメンバーを引き継ぎ募集中みたいな感じですね。<laughs> そんな感じですよ。<laughs> はい。<laughs> これからもやっていきましょう、そんな感じで。はい、やっていきますので。じゃあ、また、愛ちゃん、あのー、はい、皆さんに定期的にやっていこうと思うんで、その辺決めといてください。まあ、とにかくみんなが元気になるようなやつな。はい。これからさらにもっとあの不安になっていくでしょうから、はい。来年はね、そこはもう、はい、ちょっとみんなを助けるみたいな感じで。来年の不安要素とかもどんどんね、話していただいて。そうだな。うん。それをどうやって改善していくかっていうのをやると、すごく分かりやすくなると思いますんで。ね。いいと思います。そんな感じでいきましょう。はい。 じゃ,じゃあさよなら <laughs> <laughs> ありがとうございました